ジェントトーキーとそれから萩野リアルキングがじわじわと差を詰めてまいりました。完全に平均ペースになった。さあ動いた、前のトップガン行った、前のトップガン、これと一緒に成田ブライアンも行った、成田ブライアンも行った。さあ前のトップガン、有馬記念を制した前のトップガンが先頭に立った。昨年の年度代表馬、そして外から黒い帽子がスーッと上がってきた。スーッと成田ブライアンが前のトップガンの外へ行った。前のトップガンの外へ行ったブライアン、昨年の年度代表馬、一昨年の年度代表馬。大歓声が上がる阪神競馬場、大歓声が上がる阪神競馬場。さあブライアン、ブライアン、よみがえれ、よみがえれブライアン。ブライアン外、竹の左口、竹の左口、内から前のトップガン。ブライアン、ブライアン、ブライアン出た、ブライアン出た。1年ぶりの勝利か、内から前のトップガン差し返す。さあどちらどちらどちら、内か外か、内か外か、わずかに外か、わずかに外、成田ブライアンか。去年は彼本来の走りができなかったんで、なんとか今年蘇ってほしいと思ってたんで、本当に嬉しいですね。